会社が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口博士歯科クリニック放送局です。はい、今日はですね、前回前々回口臭について先生にいろいろお話をお伺いしました。はい、今日はですね、まあ、どうしてもやっぱりね口臭が気になるという方で、そうそうそう、病院に行きたいなという方について、はい、先生にいろいろお話をお伺いしたいと思います。はい、お話ししていただきますのは、はい、骨をドリルで削り取らない、はい、痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です。はいはい、先生今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあね、皆さんの中でも、まあ、どうしても口臭が気になるという方で、うん、まあ、あの病院にね、うんうん、行きたいなという方も見えるとは思います。はい、はい、でもなかなかね口臭で病院に行くということを聞かないんですが、資金が高いでね。そうですね、なかなかね、勇気がいるよね。うん、どのように受診したらいいかとか、ね、先生に、はい、うん、お伺いしたいと思います。はいはいはい、あの簡単ですね。はい、まず、1週間分の食生活、はい、どういう食事をしているかという、はい、表がありますので、はい、それをお送りします。はい、それから、はい、自分で、うん、匂いになってるんじゃないかという思い当たることを書いてもらいます。ね、ね、それと既往歴、自分がどういう病気かという既往歴、この3つを書いてもらって、はい、でそれを持ってきてもらうか、で、あのファックスで送ってもらうかしてね、はいはいはい、でこっちではそれをあの一応ね、うんうん、参考にします。うん、なるほど。うん、そして初めて、はい、診療所の、うん、口腔の口臭外来というのがあるので、口臭外来、うん、口臭外来いうところに来てもらって、はい、でそこで、はい、まあ普通だよね、普通に来ればいいんだけどね、うんうん、こっちで勝手に来てたけどね、口臭外来ってね来てもらって、はい、一応そこで、はい、あの問診票を参考にして、はい、その患者さんとね、うん、お話ししながら、うんうんうん、どういうところに原因があるかということをちょっと、突き詰めていく、ね、で、うん、でその中にはどういう検査があるかというと、はい、まず相談するかね。相談、はい、そうですね。で、うん、その時にね、たあのね、匂わない人も言うんだよ。あ、自分が気にしてるだけでってことですか。自主症といってね、精神的に匂うんじゃないかなというふうに思ってる人いるよね。で、人間ってね、もともと唾液には、うん、匂いがあるのよ、生理的な匂いがね、うん、で、それを口臭と勘違いしてるみたいで、もうそれ簡単に解決しちゃうんでしょ。うん、で、話してると、だいたい匂う人と匂わない人って、うん、で、匂う人って本当に3メートルぐらい離れるとっても匂ってくるから、うん、まあね、ちょっとね、そう、すごい強烈な人いるから、で、それはすぐ分かるんだよな。あ、うん、で、比較的分かりにくい人もいるでしょ。はい、で、そういうのはね、近くで話するとよく、うんで、その時に、口臭測定器っていうのがあるんだよ。口臭測定器、じゃあ3種類あるんだよな。ほう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 。これはオーラルクロマってやつだな。オーラルクロマ、うん、これ、はい、これは口腔内に含まれるガスがあるかどうか、うん、それがあったらガスの濃度はどうか、はい、濃いか薄いか、うん、で、もう一つは、はい、2つ目はハリメーター、ハリメーター、うん、これはガスを測定する、はい、これもガスの測定、うん、これはガスはどういうガスがあるかだいたい分からないけどね、はいはい、揮発性の硫黄化合物があるかどうか、一番これはね、匂いの原因なんだよ。硫黄化合物って実はね、はい、あのたくさん匂い嗅ぐとね、うん、動物死んじゃうんだよな。あ、だから嫌がるんだよ、みんな。なるほどね、うん、体がもう嫌がる匂いってことですね。そう、匂い、そうなの。あと、インキュベーター、インキュベーター、これは、はい、インキュベーターっていうぐらいだから、はい、温度ちょっと体温どのぐらいに、はい、温めるんだよな、唾液を、唾液を、で、そして、唾液の匂いを嗅ぐんでね、そういう方法と3つ、はい、3つ、うん、で、もう一つはね、はい、直接、うん、あの患者さんの匂いを近くで、まあ、大変強いんだけど匂い嗅ぐ、この方ね、この商売ってやるんだろうと思うんだけどね、大変だよね。まあ、慣れてくると大体判断できるなら、あ、まあ、この匂いはこれかなとか、そうそうそう、で、濃度も大体分かんない、ね、で、これ官能検査って言うんだよね。はい、官能検査、官能検査、官能ってこっちの官能だよな、あのなんとか、試験官の官に能力の能の官能、ね、うん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 、で、まあこれは、やってくれるところでやってくれないところがあるので、ね、まあそうですね、うん、まあ、その航空の講習外来によって違うんだよね、うんうんうん、その後に検査した後に、はい、検査した後に、結果を説明します。そうですね、で、原因の究明してて、うん、で、まあこれは心因的な原因もあるので、うん、まあ
要するにエスカレート、自分の匂いの実質よりも、うん、自分の心理的にエスカレートしてるかもしれないんで、それのが調整しないからね。で、食生活指導もしないからね、はいはい、から、どういうふうに治療していただいたらいいかいう治療説明をします。例えば虫歯が多いとか歯周病が原因だったら、もうね、そっちの方をしっかり治すっていけばよりね、根本をまずね、うん、治していかないと、うん、そうで、口の中の細菌数を少しでも減らす。で、大体1週間か2週間ぐらいでもう1回来てもらって、はい、でその結果良くなってるか、うん、まあ悪化してることはあんまないんだけど、うん、あんまり変わらないから見るわけな、うん、ああ、そういうことですね、うん、また同じような検査をするってことですか。そうで、その検査の結果、うん、良くなっとれば、うん、あ、また同じことを続けなさいよっていうことで続けてもらって、大体2ヶ月をゴールにする。ゴール、2ヶ月後までに、うん、解決、ああ解決するの一応目標ね、うんうんうん、でそれは講習外来のやつだな。ああ、なるほど、うん、あんまりこう長い間では見ないってことですね。そうですね、2ヶ月で意外とね、講習ってね、うん、皆さんあの精神的にあの、うん、なんていうかな、コンプレックス持ってるから、うんうんうん、なるべくね、個室でね、あの人の聞こえないとかね、うん、でちょっと説明をね、うん、受けたりしたりすることが大事だな、うんうん、ああ、なるほど、うんうん、そんなことで、はい、人に対する配慮、患者さんの配慮、うん、これが、まあ人に対する配慮と患者さんに対する配慮っていうのが、うん、つまり、うん、人間に対する配慮だね、うん、つまり口臭をなるべく人に与えないように、ね、大事だな、うんうん、でそれはまあ、口臭外来でしっかりやりますので、うん、はいはい、皆さん気楽に口臭外来の方へ ね来ていただけるといいですね、うん、はい、お医者さんにお話を、ね、聞いていただくだけで、ね、安心する方も、ね、大きいよな、見えますからね、大きいよな、はいね、はいはい、気になる方はぜひ ね、 そうですね、はい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 、先生ありがとうございました。はい、どういたしまして、はい、あなたの豊かな人生のためにまずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですね、の大口博歯科クリニック。